皆様おはようございます。株式会社プラス A の有田です。弊社はインターネット上で Facebook ページの制作から SNS の集客までお手伝いしている会社です。どうぞ今後ともよろしくお願いします。本日の Facebook の課題は、本日は、プラス A が取り組んでおります Facebook 広告のことについて少しお話をします。 Facebook 広告のことについて説明させていただきます。Facebook の広告とは、パソコン画面で見ていただければ、ニュースフィードに出てくる、この右側の端にある、このような告知を Facebook 広告というふうに言われます。今 Facebook 広告は、この右端のもの以外にも、今ここに出ておりますように、Amazon さんが出しているこの記事。これは、ここにamazon.co.jp の下に広告というふうに書かれてありますが、この記事も紛れもなく広告というような扱いです。Facebook は、パソコンだけではなく、モバイルの方にもこのような、記事広告として、対応しておりますので、非常に通常の、ね、パソコンの広告、もしくはインターネット広告と比べて、正面に見られやすい場所に広告が、掲載されるようになっております。広告を掲載するのも非常に簡単な仕組みになっております。さらに Facebook の広告の一番のメリットは、ターゲットをしっかり絞り込めるというところです。例えば、こちらは Facebook の、広告を設定するページではありますが、広告でリーチするオーディエンスというのが決めることが可能です。例えば地域、これは徳島県板野郡プラス50キロ周辺のところに、住んでいる方に向けてということと、年齢は18歳から、年6マックス65歳まで、性別は、男性、女性というように、かなりオーディエンスは細かく識別することができ、そのオーディエンスに対して推定リーチが何人ぐらい見られる可能性があるというのも設定する画面が用意されています。この広告により通常のマスメディアと比べて、ローカルの狭い範囲に Facebook の広告を使って打つことが可能です。はい、いかがだったでしょうか。Facebook の広告は定額で打ちたい時に打てる画期的な広告だというふうに思っています。ぜひ本社の Facebook ページを広告してみてはいかがでしょうか。それと、本日、プラス A の事務所にて SNS 集客塾を開催します。毎月、各金曜日の夜5時から9時まで約1時間の、SNS 集客塾を開催しています。ぜひご都合の、